皆さんこんにちは、なおです。今回の動画では前回コスモスから取り外したパーツを新しい ASUS のケースに移していきたいと思います。それでは早速いきましょう。新しいケースを買ったらまずやること、それはやっぱりこれでしょう。次にこのカバー、これも邪魔なので外しておきます。まず最初に電源を取り付けていきます。ケースへの固定はネジを4つ締めるだけなのですごく簡単です。続いてハードディスク、これは付属のブラケットにネジで固定してケースにガッチャンコってくっつけます。次にマザーボードを乗せていきます。これは9つのネジでケースに固定します。ここでちょっと気になったのが、裏配線用のケーブルを通す穴がね、ちょっとマザーボードに近いんじゃないかなっていう。もうあと1センチくらいマザーボードとの距離があってもいいんじゃないかなと思うんだけどね。ラジエーターは後で取り付けるので、とりあえずここに置いときます。続いてグラフィックボードを取り付けます。これはね、まだ新しいのが来てないので、とりあえずつけときます。今回購入したパーツで一番重要なのがこのビデオキャプチャー。 PS4 でゲーム実況するときに使います。箱を開けてちょっとびっくりしたのが、意外と小さい。サイズ感はこんな感じ。これだと小さいケースでも余裕で入りそうな感じです。これもグラボと同じようにスロットに差し込んでネジで固定します。ここまで前回の逆の作業をしてるだけなので、特に難しくはないと思います。今画面に映ってるのはケースの天井の部分なんですが、ここにラジエーターを取り付けます。ここで完全に締めてしまうのではなくて、微調整できるように少し緩んだ状態にしておきます。こんな感じで位置が決まったら、ガタつかないようにしっかりとネジを締めます。次にケースのフロントパネルのケーブル、これをマザーボードにつけていきます。ここの配線を通す穴、なんとマザーボードで少し塞がれてしまってるんですよ。ミドルタワーでもね、結構大きめのケースなので、この辺の設計はもうちょっとちゃんとしてほしかったような気がします。このマザボにはケースのケーブルを一括でガッチャンコできるアダプターがついてました。フロントのケースファンのケーブルも裏から回してマザーボードに接続します。マザーボードに電源を供給するケーブルを取り付けます。やっぱりちょっと近いんですが、ギュギュッと押し込みます。表配線の現状はこんな感じです。結構綺麗に収まったと思うんですが、どうでしょうか。表に2機ハードディスクを取り付けたんですが、裏にも2機取り付けます。この位置なんですが、明らかに冷却が回らないような感じがするので、実際に温度を測ってみたら、やはり表の2機よりも10度くらい差がありました。ハードディスクが一番長持ちする温度っていうのは、だいたい35度から45度って言われてますので、本格的な夏が来るまでにこの問題を解決したいと思います。自作 PC のいいところなんですが、一度いじり出すと他の箇所もいじりたくなって止まらなくなってくるんですよね。だから自作 PC 関連の動画、今後もしばらく続きますので、お付き合いよろしくお願いします。ケースの内側が黒で塗装されてるのと、あとケーブル類も黒なので、表は結構スッキリした感じでまとまったんじゃないかなと思います。 PSU シラウドをつけるとさらにいい感じになります。はい、ここまで作業してきたんですが、そろそろ終わりに近づいてきてます。
このフィルターを取り付けたらいよいよ電源を入れます。さて LED がどんな感じに光るのかすごく楽しみです。スイッチオン。ダメです。ダメでした。ケースファンの LED が2箇所点灯してないのでもう1回スイッチオン。スイッチオン言って、せーの。スイッチオンって言って、せーの。スイッチオン。え、すごい。ダメです。はい、今度は LED はついたんですがファンが停止してます。結構裏配線がごちゃごちゃしてるのでもう一度確認してみます。あと付け忘れてたんですが、テープ LED も今回購入したのでこれを付けたいと思います。表の配線がいい感じなのに対して裏はもうぐっちゃぐちゃですね。一番の原因はやはりケースファンだと思います。電源プラスあと LED の配線もあるので余計ごちゃごちゃする感じになってます。ただこちら側は見えないのでね、これでいっちゃいたいと思います。それじゃあ皆さん一緒に行ってみましょうか。せーの、スイッチオン。この動画ここまでになりますがいかがでしたでしょうか。最悪だという方はバッドボタンを、良かったよという方はグッドボタンをお願いします。ここまで動画を見ていただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。